しょ。FM ギノをお聞きの皆さん、こんばんは。レレツイートのちょっとだけ始まります。お相手はレレツと山内です。こんばんは。こんばんは。最近はい、はい、毎週のように来てくれて、うんうん、ありがたいですね。嬉しい。私のやて、はあ、うん、はい、何それ。喜べよ。はいとか、はいって言ってませんね。まあね、山内さんね、眠いんだよ。眠くないです。さっき眠いって言ってた。ちょっとね、緊張感の後なので、うん、はい、私の時も緊張してほしいな。そうですよね、いい意味でですよ、うん、いい意味で喜んでいい。すべていい意味で。分かった、じゃあ喜ぶね。はい。うん、そうですよ、明日七夕ですよ。そう、うん、お願い事しなきゃ。お、何をしますか。素敵な男性に会えますよ。今何、ベタすぎて笑ったってこと。そう、そうも思ってないのにってこと、うん、ベタすぎだね。そうだね、うん、まあまあ今日はでもそういう関連のテーマじゃないんですよね。うん、違うテーマからいってきますか。はい、じゃあ今日のテーマいきましょう。というかさ、この番組はどんな番組ですみたいな説明してたよね。してる時としてない時がある。じゃあちゃんと、はい、はい、しましょうか、うん、この番組は、うん、週替わりのテーマで、私の体験、皆さんの経験をもとにワイワイ楽しくトークしていく番組となっております。そうです。はい、9時から10時までの1時間の生放送となっております。うん、うん、皆さんね、メールツイキャスで参加していただきたいですね、うん、はい、はい、メールアドレスは797@fmginowan.com797@fmginowan.com となっております。はい、そうです。はい、さてさて、うんうん、週替わりのテーマと言いましたが、うん、今日のテーマいきましょう。今日のテーマは夏あるある。もう一回、ごめん、おい。はい、夏あるある。はい、そうでございます。2回はしんどいからやめて。じゃあエコーがあんまりかかってなかったな。いいよ、かかんなくても。別に1回行ったらさ。そうですね、うん、はい、ってことで夏あるある。そう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 、うん、今からね、もう夏がね、ていうかもうね、結構暑いですからね。暑いけどまださ、うん、まだクーラーなしで行けるじゃん。いやいやいや、嘘、何をおっしゃってんですか。いけるって。いけないよ。なんでそこだけ攻撃強調してるし。うん、でもさ、うん、だってまだ7月入ったばっかだし。いけません、普通は。冷え性ですか。冷え性。あ、女性はね、うん、夏あるある僕一個あって、うん、言っていいですか。どうぞ。この男女で、うん、このクーラーつけるつけない戦争が勃発します。ここはさ、うん、男が我慢するべきだと思う。あー、そうとも言い切れないと思うよ。だって女の子って結構すぐ寒くなるよ。着ればいいやし。体冷た…え、着ればいいやし。布団じゃない、この何か洋服着ればいいだろ。最悪。最悪ですか。こういうさ、気遣いのできない男の人が増えてるとね、うん、もうダメだ。ダメだ、うん、世の中ダメだ。いや、ダメだ。ダメだこりゃ。ダメだこりゃ。はい、はい、うん、ってことでね、うん、夏あるある。山内さんの今のはね、なんかまあ確かにあるけど、うん、でもそこはもう男が我慢するしかないって私は思います。そうですか。うん、繊細なんだよ女の子は。まあそれもわかりますけど、うん、なんていうんかな。だから着ればいいじゃん。厚着せ、厚着。限度があるじゃん、切るにも。そうですか、わかりました。だったら男の人は脱げばいいじゃんってなるからね。脱いでも暑いものは暑いよ、うん、しかもや、丸バイになったら丸バイになったでまた汚いとか言うんだろ。うん、見たくないもん、見せんなって思う。でしょ、もうどうしようもないじゃないですか。うん、だから、うん、女の子に譲ってください。わかりました。
はい、まあ、このようにね、今日はですね、夏あるあるについてお送りしていきます、うん、レレツイートのちょっとだけ、はい、おい、はい、何を、CM に行くのかなと思ったんですけど、いや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 、そのまま、はい、行きませんよ、はい、ちゃんとあなたが締めてください締めるっていうか、はい、始めてください。9時からね、10時までの1時間の生放送となっておりますので、はい、1時間皆さんどうぞお付き合いください。お送りする曲はサザンオールスターズ、真夏の果実。いいな。皆さんこんばんは。あ、チャムさんこんばんは。チャムさん。チャムさん。キーちゃん。キーちゃん、織姫さんも私のことかな。いや、そうでしょ。ふわふわの白のスケスケ。スケスケかこれ。まあ、一応スケスケではあるね。スケスケだけどね、別に中から来てるから。そうそうそう、うん、シペレムさんも来てくれた。レイツ姫、マッチ羊、こんばんは。股の下のポニョです。ポニョポニョしてんの。テッチ、ネマちゃんもレレチも久々。久々って感じしなくない。でもしてない、ね、でもなんか久々だね、うん、テッチ。レイニーさん、こんばんは。夏アナアナ、いけないエコー、二人で抱きしめ合えばちょうどいい。デパートとか電車の冷房聞きすぎはアホかって思う。ほら、そう、うん、締まりのいいレレッチ頑張れって。全開ですね。山ちゃん、喉の調子絶好調ってよ。本当にすいませんね、こんな喉で。え、今日悪いの？ガサガサさ、もう最近ひどいんだよ。あ、そうなの？なんかわからん。そのために石田純一は肩にカーディガンかけてるって言ってた。冷え性なんですかね、石田純一さんも。山内さんもやったら？なんでよ、石田純一みたいな。俺冷え性じゃないの。どうせバカにするんだろう。しないよ。いや、かっこいいっすねっていう。我が家の夏あるある、嫁が僕の下の毛を剃りたがる。いや、強制的に剃る。痛くない？マジで？最近さ、男の人も舌剃ってる人多いんでしょ。知らんし。これ別に男とやらんから知らんし。だってディーンにだったら流れていいって言ってたさ。ディーン？ディーン。ディーンクラスの男がいるわけないだろ、こういうそれと。あ、やっほー、おはてっちーって、ブーさん。ファンタロー、ファンタ、お疲れ、ワン、こんばんは、ワンコそば。名曲ですなぁ。さっきさ、あの、なんだった？あの、M ステでさ、平成元年のにヒットした曲のやってたわけ。全然わからなかった。なんで？なんでって、だって生まれたばっかだから。一応。そっか、元年だとうちらが青春の時か。エレさん、山内さん、こんボバンドスってよ。ボバンドス。ボバンドス。あら、山内さんのテンションが上がったよ。キイちゃん、夏あるある、コンビニでホットコーヒー買うとおばちゃんに夏なのに偉いねって褒められる。何それ。何、めっちゃウケるんだけどそれ。あゆみんさん、今日は夏あるあるです。うん、カネッシー。カネッシーさん初めてなの？あの
私がちょいちょい見に行く、ちょいちょいでもないけど、なんかあるよ。ちょいちょい。誰かと忘れ物でしょ。うん。平成元年でまだ10代だったわ。だって。うん、俺も10代だし。なんでこんなさがなんかさ、喋りにくいんだけど。これ、これ、それ。どこで？前に行ってもらえませんか。行きたい。行きたい。うん。どういうこと？サマです。そうなんだ。超かっこいいんじゃない？いいね。真似したら？うん、する。それだったらする。キモ。うれ、すぐ言うやし。キモいって言えばいいと思ってるだろ。時刻は9時11分を回りました。何ですか今の。まあははい、この番組は、はい、テレツイートのちょっとだけ。そうです。はい、はい、はいはい。なんて言うんだっけって忘れてた。そうですか。うん、大丈夫ですか。大丈夫大丈夫。うん、オッケーオッケーオッケー。ですね、今日のテーマは何ですか。夏あるある。イエス。はい、ね、来てますよ。うん、いっぱい来てた。うん。いっぱい来てた。どうしようかな。はい。急にシュプレームさんはやめといてですが、はい、黄色い顔の人さん、はい、デパートとか電車の冷房の効きすぎはアホかって思う。うん、本当にそう思う。そうね。うん、あのさ、うん、寒いところからいきなり暑いところ、暑いところからいきなり寒いところって行くとさ、うん、なんか体おかしくならん？あー、でもそんな僕はデリケートじゃないんで。そう、私みたいなデリケートな人だったらそのね、なるかもね。そうそうそう、うん、すぐ風邪ひく。なるほど、うん、なんかムカつくね。なんでよ。なんか笑ってるからムカつく。弱いですからね、本当に体が。そんな黄色い顔の人さん、はい、夏あるなる、うん、なんですかね、あるなる。コンビニでホットコーヒーを買うと、うん、おばちゃんに夏なのに偉いねって褒められる。でもさ、夏にホットコーヒー飲むことある？うん、ある？ない。なんかさ、そのほぼない。室内の仕事の人たちはありえるよね。でもあ、だってクーラーガンガン、女性とかね、そうそう、効いてるから、うん、あるでしょうね、うん、確かにありえるね、うん。でもウケるね、なんかコンビニでホットコーヒー買って褒められるって。うーん、いやこれ黄色い顔の人さんだけじゃないの。本当に。はい、うん、シュプリームさんが、はい、この野郎って言ってますよ。あ、じゃあ言いますね、ごめんなさい。はい、はい、シュプリームさん、我が家の夏あるある、はい、嫁が僕の下の毛を剃りたがる。いや、強制的に剃る。それ夏あるあるなの？冬場は全然ないし。冬場はあれね、剃ってもらえないのかな？ねえ。剃ってもらえるからいいじゃないですか。夏毛、いいの？わからん。僕は剃ったことがないんで、全剃りは。ちょっと剃ってみて。剃ってみる。あの、来週までに。いやでもさ、痛そうじゃない？痛いと思うよ。普通にどんなやつ剃んの？逆に剃り方教えてください。絶対カミソリでやったらさ、うん、血だらけになる。そうじゃない？血だらけになる。カミソリ巻きしてからに。あー、するかもね。うん、女性はどうしてるんですか？え、女性はどんなやつやってるんですか？いや知らない。全身脱毛じゃない？は？脱毛しに行ってんじゃない？ああ、そうなんですか。いや、知らん。何か知らん。さあ、メールも来てますよ。はい、ありがとうございます。進撃のめいちゃんさん、はい、はい、レレツさん、山内さん、こんばんは。こんばんは。サマパンまであと2週間。おお、よし、来ましたね。サマパンで
はい、本当に早い。はいはい。めいちゃんでございます、うん、まず今回キーウ州北部と中国地方に大雨特別警報が発表されています、はい、大雨で被害に遭われた方々にお見舞い申し上げます、はい、週明け猛烈な台風8号が接近中、うんうん、本当に怖い、うん、これって台風時生放送の番組とかってどうなるんだろうということでちょっと教えますとですね、暴風域に入ると、うん、FM 宜野湾ではもう番組はお休みしてもらって番組台風情報に切り替わります。ご了承ください。はい、へえ、山内さんが引きこもってずっと喋るわけじゃないんだ。あ、僕が台風情報を言ったり、うん、まあ誰かが言ったり交代で、へえ、うん、やりますよ。そっか。でその時にまあね、うん、もう暇になってくると特番とかね、うん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 、やったりもしますので、台風特番やるかな今回ね、うん、でもデージでかいから怖いんですよね。ね、うん、だからちょっとそこまでできるかわからないですけど、うん、やるときにはお知らせしますのでぜひ皆さん遊びに来てくださいね、はい、ただ今回ね本当大変なんで、十分注意してください。気をつけていただきたい。私は家でゲームですから。停電なるかもよ。ならならないように願ってね。え、ほんと今回ね強烈ですから、ね、今年でもあれだよね、なんか台風年じゃない。台風年ね、毎週のように来てますからね、来てるね、今ね、うん、さあそしてめいちゃんの夏あるある、はい、台風が多くなる季節もそうだけど、うんうん、かき氷が美味しくなる季節ですよね。なる。いちごプラス練乳の絶妙なハーモニーは絶対に譲れません。わかる。では楽しく聞かせていただきます、うん、ありがとうございます。来週、はい、レレツイートのちょっとだけの参加をお休みいたします。理由、うん、月一の飲み会があるので。この野郎。飲み会しながら別にメール送れるさね。まあ月一だったらね、山内さんみたいに3週連続ね、うん、レレツイ休むことないからね。いいよ、楽しんできてください。そうですか。はい。ですね、まあ夏あるあるというかですね、うん、さっきのこの、うん、まあまあ、下の毛を剃るくだりですが、うん、テッチ、はい、オールシーズンツルツル。誰も聞いてないし。シュプレームさん、はい、ジジイが四つん這いでケツ毛を剃る姿を想像してみて。屈辱だよ。待ってね、今山内さんがやってるの想像するわ。うん、きついな。ケツ毛剃るってどんなしてやる。ちょっと厳しくない。やっぱ俺ちょっと無理だな。まだやってもらうのも嫌だしな。どうしよっか。面白すぎ。男のパイパンって難しいですね。うん、やってもらうんじゃないですか。もう恥ずかしいよ。いや、男だけじゃない、女もされたら恥ずかしいからね。でも女はほら見られる確率が高いじゃないですか。男なんて見られないですか、その部分は。そうなの。うん、だって見られないでしょ。見られないでしょ、その時に。見られないでしょ別に。見る。嘘つけ。死に神。男は大体ほらもうグイッてやるから見れるさ。その前 の行為的なものがあるじゃん。あ、だからそれで見れるじゃないですか男は。え、女性のを見るじゃないですか。じゃあ女性もやる側の場合。いやでもほらここまでは見えないでしょ。見えないけど。ここまでは。いやだ、見たくない。女性のはほら見れますから。はい、特にね、僕は細部まで見るタイプなので。気持ち悪い。気持ち悪い。誰も聞いてないし。いや、てっちがね誰も聞いてないことを言ってきたので、僕も誰も聞いてないことを言ってみようかなと。面白いな。ファンタロウさん、はい、かき氷を食べて頭キーンとして夏を感じますね。うん、いいですね、こういう今日は ね爽やかな感じの夏あるあるが。全然爽やかじゃないからね、ケツ剃る話してたんだよ今。じゃあそれシュプレームさんのせいだからね。うん、雨男レニーさん、うん、夏あるある、うん、草野球やるとバッティンググローブをするので腕は焼けても手首から先が白いまま。へー、野球マンなんですね。かっこいい。スポーツできる人かっこいい。
まあ別に山内さんに対しては何とも思わないけど、スポーツできますからね一応はい、黄色い顔の人さん、はい、女性の営業さんがスーツで汗をかいてハンカチで拭っている姿に、うん、いいよいいよって心の中でつぶやくあのさ見すぎアホだ。そっか、でも本土はやっぱ電車移動だから結構歩くから汗かくんでしょうね、うん、だよね、うん、うわもう電車とかやばそう、匂い、うん、ね、なんかさ隣に一人でも脇がの人いたらやばそうじゃない？脇がって言わないよ。なんて言うの？ちょっとお匂いになる。それじゃ。でもね、あれはね、うん、病気なんだもんね。そうなの？らしいよ。うん。うつるんでしょだって。せやん。じゃあほんと。都市伝説だろ。じゃあほんと。うつるってよ。本当ですか？うん。嫌なの？なんで嫌なのって嫌に決まってるでしょ。脇がの人は嫌なの？うつりたくない。嫌っていうか、うん、なんかちゃんとケアしてくれたらいいけど。あなた臭いもの好きじゃないですか。いや臭いのは好きじゃん、私耳の裏の匂いが好きなだけだから臭いだから十分臭いですよ脇の匂いはちょっと違う、あれは頭が痛くなる匂いだな。こっちは嗅いだことある？ないよ。本当はちょおかしいでしょ質問が。そうですか。もうね、もう信じらんない、信じらんない。うん、夏あるあるなのにね。はいはいはい、大塚健二さんも来てますよ、うん、こんばんは。埼玉は雨、21度寒いです、はい、わ寒いな、寒いな、21度だって相当寒いなこれは。うん、ウケる、やば。で私のあるある言っていいですか？どうぞ。うん、あるあるっていうか、うん、あの男の人の夏のファッション、うん、はいはいはい、私すっごい嫌いなファッションがあって、おうおうおう、タンクトップに、あ、半ズボン山下清ですか？沖縄の人多くない？沖縄の男の人、うん、うん、多いよね、うん、私あれ嫌いなんですよ。でも内地の人もいるじゃないですか。なんかわかります？あの俺の体見てくれ的なやつ。うんうん。うわい。ちょっとシャラい感じ。そうそうそう。で、うん、ちょっとなんか墨入ってる感じがあまり好きじゃない。入れ墨ね。入れ墨ね。はいはい。うん。なんか嫌だ。チャムさん、今タンクトップに半ズボンだわ。じゃあ、あの一緒にそのデートする時とか、うん、家とかではいいわけ。でも一緒にデートするときとか歩くときは、うん、T シャツ着てほしい。あれは海は？海は水着着てほしい。じゃあ海行くときは？なんで別に T シャツって短パンでいいじゃんそうっすか。そのタンクトップでちょっとこの、うん、分かる？体アピールしてる感じが好きじゃないんだはず。じゃあおじさんのタンクトップは？おじさんはほら別に体アピールではないさ、一応なんか汚らしいよね、なんかねなんかわかる？あのお腹の出方とか、うん、なんか無理かも。お腹出てないですよ、別に。 T シャツがいいな。そうですか外着は違うからよかったってチャムさんが、うん、そう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 。さあそろそろじゃあちょっとここで一曲お届けしましょうか。はい、てっちさんから実はリクエストが入ってるということで、うんうん、紹介してください。私がですか？じゃあ誰がいるんですか？はい、びっくりするな。はい、どうぞ。ドリームスカムツルー愛がたどり着く場所よし、じゃあいつもドリカムって言うから、うん、言い慣れてないんだよね。うまいね。わかる？わかる、うん、どっちに S つけるか無事でな。そう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 、ヘラヘラしとる許して昨日タンクトップ買ってきちゃったよ、おじさん。タンクトップなしからなしから。ケンちゃんはちょっと格好もいいからね。体格いいの？あれちょいでも山下清みたいになるじゃん。そうそう、かわいいはずよ。つるつる。あ、じゃあかわいいかもね、うん、似合いそうだな、けんちゃんは。
俺がタンクトップだったらどう？気持ち悪いあ、じゃあ9月のビーパーあるじゃん、あれに着てきて。いやだ、タンクトップで半ズボンで。いやだ、なんでよ。僕胸毛がね、白いんですよ。それはいいさ。いやだ、聞かれるよ。胸毛白いよ、見たこれ。まだ前見たって。見てない。あ、見る？見ない。見ない。胸毛ね、白いんですよ。うん、これね、だいたいみんな引くわけ。そうなの？うん、あ、したら黒染めしたら胸毛をわざわざ、うん、いいよ見せるのに。ネタで今見せるんだよ。普段は別に、おい俺の胸毛見てくれってやらないよ。エレチは部屋で髪とか着んの？私髪とか着ない。基本夏場はお風呂を出たら30分ぐらいは下着で歩いてる。うわ、体が冷えるまで下着で。パンツだけ？ブラと下着だけ。ブラも。ブラとかやったらさ窮屈じゃない？じゃない、してない方が落ち着かない。私の場合はね。なんで？ない。なんか締め付けられてない感じが、なんかだ、なんか何か全部がダランとしてる感じが嫌だ。私帰っていい？あと、あと30分任していい？怖い。そうです。エレちゃんノープラノーパンでいてほしい。ノープラノーパンでいてほしい。ノーブラはそう、形崩れるっていうもん。あ、あのさ、でもそれ大きい人に限るんじゃない？コメントさ、うん、お互いに拾い合おうか、あれしたの気になったやつな。そうしよう、その方がやりやすいな。お前そうやってると思ってた、勝手に。俺はそんな思ってなかった。そうしようね。だから全然カットインしてきてよ。うん、エレジさん、山内氏は私のすね毛ないのをデイジバカにしたんですよ。すね毛ないのだ、すね毛ない方がいいって。違う、あのさ、おっさんだわ、うん、おっさんが自分の足をお風呂に入ってる時シャメしてきよったわけ。すね毛ないとかあるとかじゃないんです。それが結構ね、すね毛なくて綺麗な感じの足だわけ。でも、おっさんだわけ。そこですよ、そのギャップね。なるほどね。いいギャップじゃない。バカにはしてないわけだ。バカにはしてない、うん、いいギャップじゃない。違う、バカにはしたけど、すね毛ないのをバカにしたんじゃなくて、おっさんなのにすね毛ないというところにバカにしてるんですよ。バカにしてるじゃないですか。いいじゃないですか、別におじさんでもすね毛なくて。じゃ、女の子みたいなんだよ。いいじゃないですか、綺麗ってことですよね。うわって見たらってなるさ。何ですか、毛ないんですか全身に。ケンちゃんはね、毛がないんじゃないかな。へえ、羨ましい。すね毛あるよ、人並みにすね毛の存在をかって。あ、そういえばまなみんさんだったよね。まなみんさんは書いてたよ、なんかごめん、毛の処理どうしてるんですか。あるある。え、毛の処理ね、毛の処理どうしてるんですか。はい、なんちゅう質問。だって冬あるあるじゃないですか。夏あるあるだ。珍しく山内さんがまなみんさんのコメントを拾わなかったからさ。あ、違う、ごめん。脇がって雑菌の匂いだから映るってよ。え、マジ？カルロスさん、はじめまして。カルロス・ケイロスですか。うん、カルロス・ポンセ、お、ポンセさん。耳の裏でカレー臭じゃないの。ふぅ、お腹すいた。お、カマタクの鼻くそってなんですか。時刻は9時29分を回りました。さあ今日はですね、テーマ夏あるあるでお送りしておりますよ。はい、はい、
メールが2通目来てるので読んでいいですか。はい。進撃のメイちゃん。はい。台風時の特別放送、うん、風が猛烈な場合はできない可能性が高いんですね。もしできた時は楽しみにしております。近づく時には910ヘクトパスカル。やば。本当に怖い、うん、多分レレチさんゲームは諦めてください、うん、停電で、できない可能性が高いし。やだ。そしてケツの毛を剃る、うん、いや下の毛を剃る、うん、誰かに剃ってもらうとか恥ずかしいですよね、うんうん、結局脱毛サロンに行っても先生が女性だった場合は嫌ですよね。来週は週に何回か飲みに行くわけじゃないので参加できない可能性が高いだけですよ、うんうん、ふらっと来るかもしれないので臨機応変に対応よろしくお願いします。はい。では九州北部と中国地方の皆さんがの被害が拡大しないようにお祈りしますということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。うん、先生が女性だった場合嫌っていうことですが、うん、僕は男性の方が嫌ですね。なんで同性が嫌ってこと。同性嫌じゃん。なんか同性がいい。なんかツンツン見られてさ、うわっとか言われ思われたら嫌じゃん。恥ずかしいさ。同性がいい。あ、まあ女性はそうでしょうけど、うん、女性はそうだろう。男性がさあだって下の毛処理するお店なんてないでしょ。まあ、うん、ほらカルロス・ポースさん男性は嫌。そうなんだ。そう、男からして男はちょっと嫌ですよね。うんうんうん、なるほどね。特にさ、うん、脱毛サロンの場合特に、うん、おじさんなんで下の毛剃るのって思われるじゃないですか。男だったら怒らないよ。その人もやってるかもしれないじゃん。あ、まあ、やってると思いますけど、うん、それはあのそういう専門の人だから、うん、でも僕がもしそういうお店の人で、うん、おっさんが僕みたいなおっさん来たら、うん、おいどうしたって思いますもん。思うの、うん、何があった受けるんだけど、はい、そうなんだ。じゃあ私呼びますよ、どうぞどうぞ。おなみんさん、うん、夏休みあるある、はいはい、最初に遊びすぎて休み終わり課題に追われる毎年。これはねもうね、うん、そういう人は一生ですよ。もうあるある、うん、仕事しても嫌なことは後回しにするので、うん、もうこれはしょうがないです。そうだね、うん、しょうがない。これはそういう性分だと思って諦めましょう。楽しみましょう。私は最初に終わらす派なんで。うん、やるね。俺もそうしたいな。嫌いなのを終わらして、うん、あとはもう楽しむ。それができないんですよね。あの小学校までは。ああ、中高は宿題すらもやらない。やりますよ。何ですか。やりますよ。やるけど、うん、あの終われる毎日。中学校は。あー、だから結局一緒じゃないですか。うん、だから小学校まではそうだった、うん、中学校からだよね。なんか急に不真面目になるのって。まあね、世の中にちょっと中学校の時はこう対抗したいですからね。うん、うん、そう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 。まあそれはしょうがないよね。でも本当にこればっかりは。さてさて、はいはい、コメント行きたいが、うん、なかなかやっぱり、あれでしたね。はい、何ですか。カルロス・ポンセさん、はい、夏あるある、うん、パリピにやたらバーベキューに誘われるのが嫌。わかる。そうなんだ。あのね、うん、私も思うんだけど、うん、夏になるとパリピが増える。あ、増えるね。いやーみたいなやつが増える。あ、もう一回。何すか今の。もういいよ。何すか今の。なんか、うん、やたらと、うん、もうアゲアゲな女子が増えるよね。そうですね。また女子がさ結構腕とか見せるじゃないですか、結構薄着になって、うんうんうん、あれはもういいんだ。うん、見てもいい。いいんじゃない。だって別に見られても嫌じゃないんじゃない。あ、でもなんかなんだろう、じーって見られるのは嫌だよ。どんなやって見たらいいわけじゃん。じーって見たいじゃないですか。じーって見てたらただの変質者だよ。
でしょ、だってそうでしょ。そうですか、うん。じゃあ夏あるある、カネシーさん、うん、はい、ワールドカップに便乗してネイマールと似た髪型したのに全くモテない。モテるわけないよ。だって元が違うんだのに。大丈夫、雰囲気でモテますよ。うわ、責任持てない発言したよ今。いやいや本当にあのね、雰囲気でってあると思うんだよな。うん、あのね、やっぱり、うん、あの見た目、髪変えただけじゃやっぱりその人にはなれないからね。まあね、山内さんが福山と同じ髪型にしても福山にはなれないから。福山でもほら髪は結構地味じゃないですか。はいいし、地味でもかっこよければいいんだし。だからさ、結局素材の良さで。そうだから素材がいいから、うん、髪型を真似したところで、うん、その人にはなれない、モテない。あのさ、ちょっといい、僕が勝手にこう、うん、目指してる感じやめてもらっていいですか。別にさ、自分でこう比較したこともないですから、ね、うん、なんでそうなの。うやんのよ。はい、山田さんちのアッキーさん、はい、夏というか七夕あるあるで、うん、七夕の日は、うん、だいたい天気が悪くて、うん、リア充ざまーと思ってます。私さ、うん、このリア充っていう言葉がさ、うん、未だにそのあんまりさ理解できてない部分があって。ほうほうほう。リアル、現実を充実してるからリア充なの、うん、どうなんですかね。だってさ、うん、彼氏彼女いなくても普通に生活してて幸せだったら、うん、それもリア充になるんじゃないの。だったらなんか彼氏彼女がいるっていうのが基準ではないじゃないですか。でも大体それが基準になってない、リア充って。確かに。でしょ。例えばデートを結構したり、うん、そういうのはリア充じゃないですか。うん、飲みに行ったり、うん、でも僕飲みに行ってもリア充だねって言われたことはないので。私も結構はしゃいでてもリア充だねって言われたことない、うん、あなたはリア充っぽいっすよ。でも見た目はギャルっぽいし。何がなんでリアルっぽいって。ギャルっぽい、ギャルっぽい、ギャルっぽい。何言ってんだが。見た感じで決まるんじゃないですか。僕みたいなおじさんがどんなにリアルではしゃいでいても、うん、リア充とは言われないかもしれないですね、うんうん。見た目じゃあ、うん、うん、だと思う。そうそうそう、ゆずきさん、うんうん、男といるからってリア充とは限らない。なるほど。なんか闇があるねこれね。さっきからさ、このゆずきさん闇があるんだよな。大丈夫ですか。なんかちょっとね、うん、どうしたのかな。じゃあレレッツさんの夏あるあるありますか。うん、ね、うん、夏が近づく前にさ、うん、ダイエットしようってなるんじゃん。今年の夏水着着るから、ちょっと露出するから。あなた別にいいじゃんってなって、うん、で実際夏が来ました、うん、失敗してるよね。あるあるじゃね。まあね、あるあるですけどね。なんだろう、本当にさ、うん、夏来る前にめっちゃもうダイエットしようってなるんだよ。わかる。この水着かわいい、あもう絶対これ着たいってなるのに、もうそれが近づくにつれて、うん、やーめたってなる。やーめたってなるんだ。でもさ、うん、あなた普通だと思うよ。なんか細いし、思うでしょ、うん、もうやばいから。やばいんですか、うん、お腹、うん、お腹、うん、見るな。見るな。本当怖いですね、皆さん。この人。そうだから、ダイエットの失敗だよね、夏あるある。確かに、うん、男はね多分筋トレだと思います。あ、そう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 、うん、僕もね、僕はですね、こっちの横の腹が出てるんですよ。横、上、前は出ないのに、うん、横に行くわけ。あ、なんかこうビヨンみたいな。そうそうそう、なんていうの、キノコ型。いやだ、なんかなんかやだ、みっともない。しょうがないだろ、みっともない。いやでも山内さん、うん、だってスポーツしてるのに。こっちは全然取れない。じゃあ、それほどあんまり運動してないってことです。あなた一回見に来てください。じゃあ
山内さん見に、あのフットサル見に、一応いい男もいっぱいいるので本当に、うん、じゃあ行く。あの結構ね、うん、この前ですね、はいはい、僕の知り合いが来てて、うん、たまたま、某局で番組をやっているフットサルの女子がいるんですよ、うんうん、でその人たちと一緒にやろうっつって合同の、うん、やったんですけど、もうすごい褒めてました、すごかっためっちゃ嬉しそう。そんななんかドヤ顔的なことされてもさ一応みんなには伝わらないからね、私にドヤ顔したところで私はへーってしか言わないから。そうですかまあまあ、はい、ゆずきさん、はいはい、夏前に痩せようなんて無理。そう無理、なんだろうね、でも頑張ろうって思いはするんだけどね。うん、うん、ですね、メール来てます。はい、いいですか。ラジオネーム白シャツの王子様、 ありがとうございます。レレチさん、山内さん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく聞かせてもらってます。ありがとうございます。癒されてます。ありがとうございます。夏のあるある、はい、車内で、うん、暑い時は熱いものを食べるという人がいるけど、うん、冷たいものを食べるといい方がいいという人で揉めてます。あ、なるほど、ごめんなさい、間違えました。車内でですね、はいはい、暑い時は暑いものを食べるといいよという人と、うん、冷たいものを食べるといいよという人で揉めてますと。あ、なるほどね。へえ、やくない、車で暑いもの食うの。車内ってその車内じゃないです、ごめんなさい、会社内。あ、なるほど。ああ、なるほどね。あ、はいはい、理解できたよ。はい、うん。ああ、でも女の人はあったかいの食べたいかもね。クーラーガンガンに冷えてたら。そうですね。うん、冷えてない場合は。冷えてない場合は冷たいものが食べたい。あ、やっぱり、うん。でもよく言うじゃないですか。暑い時は暑いのを食べるといいって。汗かく。え、やだ。汗かくといいらしい。汗かくのが好きじゃないんで。うん。うん、好きじゃなさそうね、うん、だから引きこもってたいクーラーの中でゲームしてたいすごいな本当に時代なんでしょうね、うん、これもでもさ、うん、まあ、さっきも山内さんに言ったんだけどさ、はいはい、夏のさあるあるって、うん、その寒い暑いに関してね、うん、クーラーさガンガンに冷えたさ部屋で布団かぶって寝る、はい、あれ最高に気持ちいい。最高、裸ですよ ね、 もちろん。いや裸じゃないけど、ね、下着とか髪とかの格好で、はいはいはい、もうガンガンに冷えた状態で、うん、寒いとか言いながら布団かぶるのが気持ちいい。最高だよね、うん、やっぱそれがいいんですよ、うん、そう、なんだろうね、夏の一番いいのは、うん、朝からずっとその状態で過ごすことですよ。ずっと横になっとくの一日中まあなんていうのかな、大人な感じ、このはこう前の晩は、うん、まあいろんなことをしてですね。何、何の話ね、あのさ遠回しにね言わないでさ、もうストレートにドーンって言おう。はいはい、うん、うん、やるじゃないですか、そういうことを。何、エッチなことをやるじゃないですか、うん、でお互いこう薄着のままうん、うん、まあパンツとかそんな晩まで、はいはい、クーラーガンガンに冷やして、うん、布団かぶって寝る、うん、で朝起きてその状態のまんまなんかまたイチャイチャするっていうこの感じが非常にいいと。午前中ぐらいまではそれで過ごしたいな。夏のいいあるある経験済みないな。でもその良さを分かってるってことはやったことがあるってことでしょ。いや大体みんなあると思いますよ。でもないし。あるよ。ないの。ない。そう、うん、そうほら、ゆずきさん、闇抱えてるゆずきさんがすごく分かるって闇抱えてるってほらね、分かるの。うん、マジか。あ、大塚健二さん、あんまり汗かかないと感染なくなり、体に熱こもり体温調整が鈍くなるから虚弱体質になりがちなので気をつけてくださいそうですよ、はい、うん、はい、すいません
本当ですよ、うん、汗かいてねやっぱりこう、うん、なんて言うんですかね、はいはいはい、動かないと、うん、気をつけます。代謝も悪くなりますから、はい、さあここで一曲お届けしていいですか。はい、めいちゃんリクエスト、うん、平井堅フューチャリング安室奈美恵でグロテスク。お、安室ちゃんいいですね、うん、これかっこいいよ、かっこいい、今足がめっちゃ痛い、ないです、すぐ服着ちゃうって。あ、セナ来た、遅いキモい言い方が遅い。ミヤちゃんが言ってるよ、なんて、そう、クーラーガンガンにつけて布団かぶって寝るのが好き、裸だよね、うん、話聞いてるレースさんの冷ややかな目を、ほんとよなんだろう、そんな冷ややかな目してる、クーラーぐらい冷たい、おお。うまい山下さんごめんって、本当ですよ、まあでもねビーチパーティー来るんで、うん、山内さんもビーチパーティー参加するそうです、9月、それまでに金玉かいかい病は治しておくのと、うん、まだかゆいの、イエーイ、じゃあ最近のはでもちょっと治りかけて、うん、あの何でかっつったら、うん、この本当に痛くなるわけ、分かんない私チンチンないし、金玉だよ、あ、玉が痛いの、そう、病気じゃない、金玉あるでしょ、もうないし、なんで金玉あるでしょ、おかしいでしょその発言意味が分からない、意味が分からない、痛くなるぐらいまではないんですよ、です、もう取ったら、取りたい、取って、もう必要ないでしょ、ないな、でしょ取ったら会話がリクエスト曲とリンクする、うん、ビロテスク取っちゃえ、取っていいってよ、ほらもうセナが取っちゃえって言ってる、うん、アムロちゃん最後に沖縄でフリーライブやるとか噂ですが、マジ？そうなんだ、朝はモーニングコーヒー飲みたいな、そうなんだ、いいね、わかるわ、おシャンティーだね、朝からホットコーヒーとか、うん、だから冷えたとこで飲みたくなるじゃないですか、そうなの、抹茶とかがいいんじゃん、昆布茶とか、おいおい、これこれ、夏あるある、若い時エアコン変えず板の間に扇風機で寝てた、板の間、床の間、板の間、板の間って書いてあるよ、床の間って漢字違くない、板の間じゃないですか、板の間って何？フローリング？板の間、なんかこいつムカつく、笑ってる、なんかムカつく。まあね、笑いますよね、今のね。あ、抜刀斎さん、こんばんは。時刻は9時49分を回りました。夏あるあるでお送りしていますが、はい、セナさん、はい、やっと来ましたね夏あるある、うん、半袖着てるのに、うん、日焼け予防で長いサポーターみたいなやつ女子ほとんどつけてるから半袖の意味ないんじゃと思うことがしばしばある。あれはねちょっとしたおしゃれ的なもんじゃない、サポーターとこの長袖の、じゃない、わかんないな、うん、私もわかんない、どういうこと、上からもう完全に羽織る人だから
中から着ない。ああ、うん、まあ着てる人もいますよね。なんか部活性なイメージがあるな、うん、あ確かにあるかも、うん、うんうん。ですね、はい、そういう自分もつけるけどって来てますねつけるんかいカルロス・ポンセさん来ました、はい、夏あるある、うん、規格外のデカさの G との戦い。それめちゃくちゃわかります。沖縄の G はね夏飛んでくるもんね。飛んでくる。この前さあいつらまたさ飛行能力が下手なんだよわかる。この前ちょっとね外でタバコ吸ってたんですよ、うんうん、したらパカーンってこう飛んできて、うん、なんていうのかな下手くそだからこの辺で転がってからバーってやってまたどっか行くんですよ。くちゃくちゃくちゃってね。もうさ来んなと。来るんだったら僕がいないとこにうまく来てくれと、うんうん、本当に人いるの分かるじゃんと。あ分かる、はい、めっちゃ分かる本当に。ゆずさん、ゆずきさん、うん、夏あるある、うん、電気消すと現れるか電気つけるといなくなるか。あれ不思議よね。蚊はねでも相当すごいらしいですからね、うんうん、プーンってやつでしょ、うん、もう超イライラするよねあれ。分かる。もう途中で諦めるよね、うん、もうさせって思う、ね、昔はねもうばあちゃん家とか泊まったらあのなんだっけ蚊帳蚊帳あ、うん、まだあるのあなたの時代で。私のだほんとちっちゃい頃、うーん小学校低学年ぐらいの時に蚊帳で寝かしてもらったことある。へえ、うん、珍しいですねはい。夏あるある、うん虫虫つながりですねはい、はい、浜本クレイニーさん地面でと死んでると思ってたセミが急に飛び立って寿命が縮む。めっちゃわかる。本当にセミはやばいよね。カンって蹴ったらわーっていくからねそうそう本当にもうセミのおしっこも嫌いだし私もう捕まえようとしたらピッてかけるやつ、はい、捕まえないでくださいはいはい、じゃあちょっとねもうお時間になってきたんですが、うん、最後にあなたの、うん夏あるある、うん、言ってみましょうか。夏はイベントがいっぱい。デートしたい。あ出ました本音が最後に出ましたね強がっていてもこの人は、うん、デートがしたい。デートがしたい、うん、したいしたいしたい。どんなデートがいいんですか。海行って、うん、海行く、うん、海行って、うん水着でキャッキャして、うん、で、まあ、夜はね祭りがあったら祭り行って花火見てホテル直行。あホテルも行きたいんだ。一応別に行きたくないけど。あどっちやねんまあ流れ的にホテル行かないといけんかなみたいな。あ一応相手が行きたいって言ったら行く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 、うんもうコメントすごいね。あらすごいね、うん、本当にこのデートしたいにすごいですねですね、どっから行こう。黄色い顔の人さん、はい、男か男があるんか。ち、デートは無縁でしょ。来てますね。殴っていいですかね美容さんもデートってちょっと、はい、これはバカにしてるんですかね。いつら一切り抜刀斎さんもね、デートしたいな。お誘い待ってますさっき言ったの何でしたっけ。浴衣でデートして、うん、したい。そしてそして花火見て、見てホテルチョコ。大体でもさ、うん、ホテルはあれですよ、もうその時はいっぱいですからね、うん、なるほどね、うん、でも私この間まだあります時間あります。ライカムで着物を着てみませんかみたいな言われて、はいはい、来たんですよ、うん、総額160万ぐらいの着物を着せてもらって、でその時にアンケートに答えて、うん、で浴衣が抽選で当たりますみたいな、うん、当たったんですよ。え本当に。で明日見に行ってきます。かったんだね、ま、うん本当はがき届いた。ってことで私浴衣デートしたいで、すごいね。今年当たったんだ。当たった当たった。しかも2000円で買えるんだよ。高いやつ。あの何でもなんかそのコーナーにある。あーいいね。これ男のもないんですか。それは分かんない。女だけじゃないかな。そっか、
多分。まあね、僕がジム来ても似合わないし、ね、うん、はい、ですね、はい、超高田さん、浴衣着て夏祭り行って、うん、その後はホテルかな。お、仲間仲間仲間ですね。さあ皆さん、夏ですので、はい、ぜひ楽しみましょう、うん、はい、はい、ってことで今日も1時間お付き合いありがとうございました、うん、はい、来週もいるかな、山内さんいます、ファン太郎さん来てますよ、はい、うん、浴衣でラジオ放送ですね、来週は、ということで、はい、任せてください、皆さん楽しみにしておきましょう、うん、どうかな、はい、はい、ということで、うん、また来週会いしましょう、はい、今日の相手はレレチと山内でした、さようなら、さようなら、バイバイ、お疲れ様です、皆さんありがとうございました、おっちゅー、おつれれ、おつれれ、おつれれ、バビバビってバイビー、バビ、バビー、バビ